アリソン・ラムセスベッカーは、ブラジル・リオグランデド・スル・シューノ・ノボ・アンブルゴ出身の、ドイツ系ブラジル人、サッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属。ブラジル代表。ポジションは GK。5歳上の兄のムリエウも SC ・インテルナシオナルなどで、プレイしたゴールキーパー。リオグランデド・スル・シューノ・ノボ・アンブルゴで生まれ、2002年、10歳の、時に SC ・インテルナシオナルのアカデミーに加入した。 U-23 チームで、レギュラーとしてプレーし、2013年2月17日に、カンピオナートがョのクルゼーロ EC 戦でデビューした。2013年8月25日のゴイアス EC 戦に出場し、カンピオナートブラジレーロセリエ A 初出場を果たした。デビューシーズンは、兄のムリエウベッカーのバックアップとして、アヘノールデトホルト、第 2GK の立場を争い、 6試合に出場した。2014年シーズンにはグレミオフブッパから移籍してきたブラジルの名ゴールキーパーのジーだとポジションを争った。2014年10月からレギュラーの座を勝ち取り11試合に出場した。2015年シーズンには不動の守護神となり公式戦57試合に出場した。2016年2月4日。 セリエ A の AS ローマに移籍することが報じられた。5月15日、ローマ移籍前の最後の試合となったシャペコエンセ戦でクリーンシートを記録した。インテルナシオナルでは100試合以上に出場し、すべてのシーズンでカンピオナートが優勝を制した。2016年7月6日、セリエ AAS ローマへ5年契約で完全移籍。2016年8月17日、 UEFA チャンピオンズリーグプレーオフの FC ポルト戦でローマでの公式戦初出場を果たした。2016から17シーズンはアーセナルよりレンタルで加入していたボイチェフ・シュチェスニーが政治系を務めていたためリーグ戦での出場はなく UEFA ヨーロッパリーグとコッパイタリアでプレーした。2017から18シーズン、シュチェスニーが ライバルのユベントスに移籍したため政治系となり、背番号も一番に変更。2017年8月20日のアタランタ戦で、セリエ A デビューした。セリエ A37 試合に出場。チャンピオンズリーグも全試合に出場し、ベスト4に貢献した。リバプール FC でのアリソン2018年7月19日、イングランドプレミアリーグのリバプールへ完全移籍。 遺跡金は2018年7月19日の時点でゴールキーパーとして歴代1位となる6250万ユーロ。加入当時はチャンピオンズリーグ決勝戦にて致命的なミスを犯し対談が濃厚だったカリウスが在籍していたため背番号は秋番の13番を選択。リーグで最多となる21回のクリーンシートを達成しゴールデングローブ賞を受賞した。 チャンピオンズリーグ決勝のトッテナム戦では後半、エリクセンの枠内 FK など数度の枠内シュートを、高セーブで防ぎ、攻撃面でも高精度のフィードでチャンスを演出するなど、リバプールの優勝に貢献、スカイスポーツのマムにも選ばれ、ファン投票においてもマムに選ばれた。一方で4節のレスターシティ FC 戦では、ペナルティーエリアでボールを保持していたとき、相手をかわそうとして逆にボールを奪われ、 失点するなどミスもあったが、ユルゲンクロップからの信頼は変わらなかった。2019から20シーズンから背番号を1番へ変更した。開幕戦のノリッチシティ FC 戦では、先発出場するも、前半のうちに負傷し離脱した。11月30日のブライトン戦では、不要意にペナルティエリア外で手を使ってしまい、退場処分を受けた。 1>, 1月19日のマンチェスター優先では光守を見せただけでなく、後半ロスタイムにロングキックで、サラーの追加点となるゴールをアシストした。シーズン中は怪我で約3ヶ月欠場したが、30年振りとなるリーグ優勝に貢献した。2020から21シーズン、ウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で、試合終了間際のコーナーキックの際に攻撃参加すると、 ヘディングシュートでプロ入り初ゴールとなる勝ち越しゴールを挙げた。このゴールはリバプール史上初となるゴールキーパーによるゴールであった。2015年10月13日に行われた 2018W 杯南米予選のベネズエラ戦で先発出場を果たし代表初キャップを飾った。その後エデルソン・モラレスラを抑えてレギュラーに定着。2016年には コパアメリカセンテナリオに出場した。2018年1月、ブラジル代表のチッチ監督が2018年6月に、ロシアで開催される FIFA フフワールドカップのブラジル代表に、アリソンを招集することを明言した。クォーターファイナルでベルギーに敗退したが、すべての試合で先発フル出場した。コパアメリカ2019では、パラグアイ戦でゼロからの PK 戦で PK を止め、 ブラジルのベスト4入りの立役者になった。続く、準決勝アルゼンチン戦では、リオネル・メッシの FK をキャッチするなど、印象的な活躍を見せ決勝進出までの5試合すべてを、無失点に抑えた。大会を通じて、失点を許したのは PK による1失点のみで、勢いそのままに、大会最優秀 GK に選出された。2018FIFA ワールドカップでのアリソン国際。 A マッチ42試合0得点、ありがとうございます。